さんこんにちは。今日はセリアさん、あとダイソーで少し買ってきたのでそちらの紹介になります。よかったら最後までご視聴お願いいたします。まずはダイソーさんで2件だけ購入してきたんですけど、こちらです。シールファイルです。今使ってるのが結構もういっぱいになってきちゃったので、新しく買ってきました。中は以前と一緒です。こういった感じのファイルで、今回は表紙がすごく可愛くて、このユニコーンの表紙のがありました。こちら色違いもあったんですけど、私はピンクを2つ買ってきました。ダイソーさんではこちらの2点だけになります。続いてセリアさんで、まずはこちらの平袋、ヴィンテージラベルの平袋です。以前にもこの袋は買ったことあるんですけど、またこれ柄が変わっていて面白かったので買ってみました。続いてはこちらです。これ物差しなんですけど、なんかこのハートがすごく可愛くてお盆日のポーチに入れとこうかなと思って買ってきました。続いてがこちらです。これはファイルに使おうかなと思って、レトロな感じで可愛かったのでこちらも購入してきました。続いてがマステを2個、でまた最後ノートに貼ったのを紹介します。とりあえずこちらが、スローム柄ロリポップ、すごい派のマステです。続いてこちらです。スイートドリーム柄ケーキです。こんな感じで、そしてはこちら2点だけ買ってきました。続いてがこちらです。ダイカットのミニレターセットです。これはインスタで見かけてすごく可愛かったので見つかってよかったです。ちゃんコードはすべて一緒です。こちらになります。これ封筒の中がこのコスメ柄でとても可愛いです。蝶がこんな感じで、こちらのタイプと、こちらはこちらの中がコスメ柄で、ラストウサギさんのもこちらもコスメですね。コスメとお花が、最後にこちらなんですけど、これはチューブカバー。私リビングとか冷蔵庫の中結構モノトーンにしてるんですけど、このピンクを初めて見てすごく可愛かったのでちょっと買ってみました。これ一応わさびとかマスタード、いろいろここに分かれてます。これ簡単そうなので今ちょっと
個だけやってみたいと思います。本当に貼るだけの簡単ですね。今こちらにニンニクを持ってきたんで、こちらのガーリック、やり方は本当にここのところに合わせて貼るだけみたいです。やってみます。このチューブの先端をここに合わせて、こんな感じですか。をカットします。感じで完成です。これシールタイプなので、次剥がして使い、微妙ですね。使い切りタイプって感じですかね。でも剥がすのも簡単に剥がれそうなので、もしかしたら次も使えそうな感じです。でもこれ今キャップもピンクなので可愛いです。ちょっと冷蔵庫の中が派手になっちゃうかもしれないんですけど、これだったらなんか前にもこういうモノトーンのを買ったことあるんですけど、あれは結構ガサガサしてやりにくかったんですけど、これだったら全然密着しているので、やりやすそうですね。これ薄いピンクと濃いピンク2種類ありました。薄いタイプのと濃いの、確か私はこれどっち買ってきたんだっけ、濃いのを買ってきたかもしれないです。ちょっとその辺忘れちゃったんですけど、でもこれすごく可愛くて気に入りました。今回の購入品は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。